待たせましたか。水を一杯ください。本当にもう辛いです。体力の限界、千代の富士です。ふふふっと、え、なんで笑うんだよ。慌ててたし、髪とかボサボサかも。ごめん、ヒゲも剃ってない、歯も磨いてない、パンツも昨日から変えてない。だって息切らして走ってきた俺くんが面白くってあ、でも髪はボサボサ。こういうの流行ってんだよ最近。急に距離を詰められ顔が熱くなるのを感じた。元カノの手が俺の髪に触れ、乱れた髪を整えてくれる。走ったから汗臭いよ。ちょ、やめろよ。お前の髪はサラサラだな。気持ち悪いよバカ野郎。いや、でもこれね、選択肢的には多分一番左だと、右だと思うんですよ。さっきからこう元カノ方面に行くときは大体右に振り切れてるんで、右。どうだ、選択肢。すいません、すいません、音が止まったんですけど。和やかな音が止まったんですけど。お前の髪はサラサラだな。何やってんの君。間近で見る元カノの髪は本当にサラサラで、椿でも使ってるんじゃないかと思った。元カノの髪に手が伸びる。ダメだ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 。お前自制しろ。感情的になってますから。占いで言われたでしょ、感情的になっちゃいけないって。ですよね。はい、イエローカードです。はい、次出たら退場ですよ、退場ですよ。すかさず元カノに、腕を掴まれる。っていうかそのセリフ超寒いよ。おかしい、甘髪とかだったらこれで好感度上がるんだけど。おかしい、甘髪だったらこういう時好感度上がるんだけど。マジ、ごめん、変な気起こしたわけじゃないよ冗談だよ。さあ行こう。さっきの顔は冗談じゃなかったがな。しかし関係は好感度上がりませんでした。イエーイイエーイ。いいんだ、僕は今カノさんに返すんだ。この男の子、可能な限り際どいところまで、このも今もう、いやいや、ごめんなさい、際どいところまで元カノとイチャイチャした後に今カノに戻る。これがこのゲームの本当の楽しみ方だと俺は思うんです。うーん、このトマトクリーム超美味しい。パスタ、私はハンバーグ。俺はトマト嫌いだからな。あ、お前とは友達になれないわ。俺くんはハンバーグ大好きだよね、相変わらずお子ちゃまハンバーグうまいじゃん。そうだよ、トマトも人参も嫌いだ。はい、やる。ダメ、大きくなれないよ。俺は、備えの野菜を、あ、添えだ、添えの野菜を元カノの、皿にどんどん移す。あ、こら、本当にお子ちゃまになった。ほんと変わらないね。高校の頃よく二人でファミレスに行ってさ、こんなやりとりしてたっけ。あれ、ちなみにこれを見ている高校生の方いらっしゃいます？いらっしゃったら一つ聞きたいんですけど、高校生の方はサイゼリアでデートをするっていうのは本当ですか？教えてください。変わらない変わらないって言うけど、2年ちょっとだろ。そんなに人は変わらないよ。いや、好きな人とかは変わったよ。彼女できたのがその証拠だし。そんな顔するなよ俺に振られて悲しいか。そうだった、早速本題に入るけど、その彼女さんちょっと危ない感じはするよね。だからお前と付き合いたい、バカ野郎っていう。もっと楽しい話をしよう。怪しまれてる気がする。まあ怪しまれてると思うよ。で、あれ、あー、そう来る、そう来る、そっちのルート行くんだ。へえ、僕てっきり左に曲がると思ったんですけど。いや、危ないっていうほど極端な話じゃないんだけど、もともと変わったやつだけど、お前と会った日から俺のことを嗅ぎ回ってるような気がするんだよな。知らないはずのことを知ってるような口ぶりとかするんすよね。例えば昨日の大便の形はあんな感じでしたとか。そんなわけねえけどさそれ知られてたらもう怖いよ、かなり。昨日の俺くんの大便の形はこんなんでしたよねって LINE で送られてきたらさ、俺死ぬわ監視カメラ疑うわそれもうもしかしたけど、俺くん私と会ってること彼女さんに言ってないの？大丈夫大丈夫、一言も前のこと言ってない。割と慎重に行動してるつもりだし、だから安心して会おう。だからだよ、俺くんがコソコソしてるから彼女さん気になるんでしょ。もう女の子は目ざといんだから。俺くんと私はコソコソする必要がある仲じゃないの。彼女さんのストーカー行為が悪化しないうちに、次からちゃんと私のことを説明しておいて、別れるのは様子見。以上。
怒りと呆れが混じったような声色で、まくし立てられ、俺はただひたすらうなずくしかなかった。こっくんこっくん、てっきり味方されるものだと思ったが、お説教される羽目になるなんて。わかった、 I understand, understand。 それならよし。下がるな、下がる、上がるの。そうだよな、正直に今カノに元カノのことを伝えてみるか。刺されるぞですよね。今僕ね、すごい満面の笑顔を見せてましたよ、恐怖のあまり。ですよねってすっごい顔が笑ってる、口角上がってた。やっぱりやめておこう。元カノの助言はありがたいんですけどね、聞かれてもいないのに言う必要はないでしょう。それにしても女の子って本当恋愛話好きだよな。人の相談に乗るのとか、自分のことはあんまり話さないのに。あ、そういえば、本当最悪、ありえない。は？俺のこと？あんたのことだって一言も言ってないんですけど的な感じのやつがありました。うん、そういえばライムのタイムライン見たんだけどさ。あかんあかん、言わなくていいよそんなこと。なんかコメント欄で喧嘩してたよな。別に元カノの今の人間関係を詮索したいわけじゃない。ただ元カノは俺のために親身に相談に乗ろうとしてくれた。その気持ちに何か返せるものがあればと思った。ちょっと心配になってさ。相手って友達？彼氏か？お前がこうして俺のことを心配してくれるか、してくれるからさ、俺だって相談に乗りたいんだよ。分かってくれよ、男心をね、友達として。オレくん、引っ叩かれるぞ。ふざけてばかりの俺が真面目に切り出したせいか、元カノが驚いた顔をして俺の顔をまじまじと見つめる。あれはお父さんのことだよ、なんてね。あ、ごめん、また電話。春国殺。この間も電話で邪魔されたっけ。え、もう？はい、もうちょっとだけ遅く。やっぱり彼氏かな。元カノを悲しませるような男なんかぶっ飛ばしてやりたい。もちろん友達としてだよ、友達として、あくまでフレンドとして。俺だったら絶対こんな顔させてない。ごめんね、俺くん、帰らなくちゃ。彼氏か。ダメだって、感情的になっちゃダメだって。落ち着いて、今のは彼氏じゃないよ。え？引っ越し業者の人がもうすぐ来るんだ、すっかり忘れてた。まさかどうせとかね。え、お前こっちに帰ってきてたのか。驚いた。なぜなら高校卒業後、俺は地元の大学に、元カノは遠くの大大だだ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 だ、はい、俺は地元の大学に、元カノは遠くの短大にそれぞれ進学した。なるほど、今日こうしてすぐに会えたのも引っ越ししてきたからか。引っ越しなら俺も手伝うよ、男で会った方がいいっしょ。え、そこまで言ってすぐに後悔した。もしかしたらこれから彼氏と一緒に同棲するつもりで引っ越したのかもしれない。だよね、確か彼氏と遠距離恋愛中だったし、これから一緒に住むのは自然だよな。ごめん、余計なお世話だよな。やっぱ帰、うん、そんなことない。本当にいいの？え、あ、うん、むしろいいのか、お邪魔して。すっごく助かる。じゃあパパッと食べて私の家行こっか、話の続きもしたいし。やばい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 、今カノがつけている可能性があるのに他人の女性のお家に二人で歩いていくなんて自殺行為にも程がある、バカタレ。もしかして元カノの家で二人きりか。違うって、これは壮大なハニートラップってやつさ。そんなこんなで俺たちは料理を食べ終え、元カノの新居へ向かった。待ってつけられてないよな、つけられてないよな。お邪魔します。はあ、結構片付いたかな。二ほどきをあらかた済ませ、一つ分かったことがある。この家は結構広いおかしい、僕一人暮らししてる時こんなおしゃれなお家住んだことないよ。元カノのマンションは二人で住むには少し狭い間取りだった。おそらく同棲ではない。つまりこれからもこうやって元カノと、ダメ、そこで。どうしたの、変な顔して。え、今僕よだれ垂れてました、ごめんちゃい。なんでもない、ないちょっと休憩しよっか。ご休憩ってやつですか。あー、横座れよ的なやつですか。さ、え、これは、え、膝の上に座れとか。いやよろしくお願いします。こっちにおいでよ。なんだこれあの、俺予想はしてたけど
結構斜め上行った。あの僕の妄想だ、妄想でぶっ飛んだ妄想してたんだけど、それと同じレベルに行ってるっていう。こっちにおいでよ。座らない、隣に座る。それってどういう意味？と隣だよ、隣に座るんだよバカ。期待すんじゃねえよ、大人の男を演出しろ。どうなる、どうなるのよ男の子くん、どうなるのよ俺くん。俺は言われるが、言われるまま隣に腰を下ろす。ちょっと距離が近すぎたかな。いや、でかいソファーじゃないんだし仕方ないよな。少し手を伸ばせば触れてしまえるこの距離、やばいやばい。チェリーボーイの俺くんには、チェリーボーイの俺くんにはこれは刺激が強すぎるです。ふひ。あ、そうだ、コーヒー入れてくるね。肩すかしい。元カノは立ち上がるとスタスタとキッチンへ向かってしまった。手をそっと握ってムードを作ろうとか1ミリも思ってないから。いや違うから、絶対思ってたから。お前関係変動ですよね、ですよね。それ嫌われるわ。おサンキュー。対する今カノはコーヒーは出してくれない上に、紅茶で俺を毒殺しようと目論んでるかもしれないという。いやいやそんなこと企んでないよ。元カノがコーヒーを入れてくれている間にもう少し片付けといてやるか。あ、これはやばいものが見つかるやつだ。元カノの部屋をお片付け。まず段ボール、200万部。こんなに幸せになるならもっと早く欲しかった。幸せの道、幸せの道、あなたの今は必ず変えられる。幸せの道第一歩、私は幸せ。朝昼晩声に出して幸せを叫びましょう。はい、それでは皆さんもご一緒に、私は幸せ。人生そんなうまくいくわけあるかよ。幸せの道第二歩、怒り悲しみ落ち込み、涙を流し終えました。鏡に向かって幸せを、幸せ叫びましょう。幸せ。大丈夫かこの本。脳内お花畑じゃねえかこんなの。なんだこの本、ふざけているのか。自己啓発系の本っぽいけど。マグカップ、これはまだ持っていてくれたのか。俺と元カノとお揃いで買ったマグカップだ。俺もキッチンの、棚奥に置いてあると。つまりこれは元カノが普段使っているかもしれない、マグカップなわけで、ちょっとぐらい舐めてみてもいいんじゃないかっていう、こう欲望がふつつと、もうなんか湧き上がってきませんか。そこのどう思います、これを見てる男性諸君ね。別に僕が買ってここに置いてあって洗ってあるわけだから、僕が別にちょっとコーヒーを飲む練習をしたって言って舐めても別にそれは何ら問題ないと思いませんか。俺のこと嫌いだったら捨てるよな。それも引っ越し先にまで持ってくるか。あれ、元カノと彼氏の思い出らしきものが一つも見当たらない。俺くん、お待たせ。何やってるの。ああサンキュー。もうちょっと片付けようかなと思っちゃったりなんかして。いいのいいの、ほら休憩しよ。なあ、彼氏とはどんな感じなんだよ。あれ、前も言ったと思うけど、私は幸せだよ。幸せってことはうまくいってないな。あんな本買っちゃってるし。そうか、なんだそのドヤ顔は。あのタイムラインの喧嘩は、ちょっと男友達と揉めたの。でももう大丈夫だから。そうか、ならいいんだけど。大丈夫と本人が言うんだ、これ以上突っかかるのも変だよな。なんか引っかかるけど、それだけだ。はあ、もうクタクタ。今日は本当助かったよ。そうだ、お礼におごるから明日、いや明後日の夜飲みに行こうよ。いや、まずいでしょう。元カノさん、それはまずいでしょう。もう夜飲みに行くでしょ、夜飲みに行くと、それは誘ってんのかって勘違いしちゃいますよ男性は。夜にか、そうですよね、そうですよね、ちょっと勘違いしちゃいますよね。私たちの再会と引っ越し祝いを兼ねて夜に会おうって、それって、あ、ほら、CG 早く CG、 ちょっとスタッフさん CG を早く。いやいや、友達として飲みに行くんだ、普通のことだ。行くわい、行くのな。本当、やった、じゃあまた連絡するね。再会記念と引っ越し祝いなら断っちゃいけないのな。そうだそうだ、引っ越し祝いならプレゼントを送るのは当然のこと。帰りに何か買って帰ろう。よし、今晩俺たち二人きりって。けど行くってどこまで、ほんと15100%様様やで。元カノへの引っ越し祝いを買ったのかお前。鼻歌混じりで帰宅した。スキップしてそうだなこいつ。ふんふん、たった今、今カノがいたりして、まあ誰もいないんだけど。
俺の勘ってさ当たるんだよね。なんでいるんですか今からスワン脅かすなって何度も言うとるじゃないですか。いやいやい、連絡がなかったもので足を運んでみました。元カノに、いや引っ越しの手伝いに夢中になっていてまるでスマホを見てなかった。10個も来てる。あ、すいません、今からアルバイトに行くので17時までは返信できません。オレ君もしかして二度寝してませんか？お疲れでしたら仕方ないですが、寝すぎるのも体に毒ですよ。オレ君胸騒ぎがするのでもし気づいたら返信お願いします。心配性なものですいません。家に行きますね。どうしても気になってしまって、オレ君が少しいないだけで私変ですね。これはお前が悪い。おっと、これは相当心配かけたみたいですよ。ああ、実はさ、連絡できなかったのは、正直に正直に俺が引っ越しスタッフだったからだよ。ん？僕が期待した答えじゃない。バイトだったんですか？初めて聞きましたけど。だって今日限りの日雇いだからな。あー疲れた。そう、あの旅行行った時に遊ぶための金を稼ごうと思ってさ、っていう男の嘘をつこうぜ。それは連絡できなくて当然ですね。お疲れ様です。引っ越しの手伝いは事実だし、疲れたのも本当だし、元カノの引っ越し手伝いも今日限りだし、 90% 真実で 10% の嘘っていうのは話を盛り上げるための脚色だよ。脚色、いわゆるテレビ局がやっちゃうやつだよね。やらせ問題、あんな感じですよ。ええ、危ないなこの発言。どうなった？減るぞ。上がったよ。ふと今カノが俺の手元をチラチラ見ていることに気づく。元カノに渡す予定のプレゼントだ。お前さ、カバンに忍ますとかさ、もうちょっとさあるじゃろ。プレゼント for you for me。 まあ私へですか？違う。ああ違ったさ。だがこんなことになってしまってはもう致し方ない。プレゼントするしかねえだろうよ。でもな、嘘を真実に変えることだってできるんだ。おう、お前にだよ。嬉しいです、ありがとうございます。何の記念日なんだい？ちなみに。なんだよ、まだ見てないのに。開けてみて。今カノがくぐりとうなずくと包装を解いていく。お前名前掘ってもらったりしてないよな。そういうのやめろよ。そういうのだったらほんとふざけんなよ。刺してください。え、キルミ if you can。 お前が俺を殺せんなら殺してみろよ。これはどうだ、嬉しい？はい、とても大事にしますね。バッドエンドへの道筋ができました。たった今、皆さん覚えておいてください。これ後で役に立つアイテムです。お前だいぶ前に包丁の切れ味が悪くなったって言ってたじゃん。今日帰りがけに買い物しててふっと思い出してさ、渡してから恋人へのプレゼントに選ぶには少し不自然な品かなと思い理由をつけてみたが、嬉しそうな今カノの様子を見るに特にフォローは必要なかったのかもしれない。引っ越し祝いなどでいただいたことがありますが、助かりますよね。ブー、思わず吹き出してしまった。お友達とまた会っていたのではそう思っていたので。友達？俺が会ったのは友達だ。あの友達とは会ってないよ。そうですか。いずれにせよ少し寂しく思っていましたので、このプレゼントはとても嬉しいです。なんでだろう。恋人同士のたわいない恋愛事情の一幕にもかかわらず、このイベント絵からは狂気を感じる。今カノは包丁の、ひらを、指でツーッと撫でる。早速使わせてもらいま…いや、早速ってジャストナウ？うん、楽しみにしていてください。うん、僕楽しみに待ってる。